皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学文字式の11回目、今回はいろいろな式の計算についてお話します。括弧1のように数字と項が2つある一次式、この掛け算が2つ入っている式、どうやって計算したらいいかというお話です。この場合は3括弧 2a-4 括弧閉じ足す2括弧 a 足す2となっているこの前の括弧の後ろ、ここで1回式を切ります。そしてそれぞれ分配法則で括弧を外して計算していきます。ですから3と 2a3 と -4 をかけて分配法則で計算すると、後ろは2と a を掛け算して、また2と2を掛け算して分配法則で括弧を外すと、こうなります。じゃあ前の部分から 3×2a は 6a ですね。そして 3×-4 -12 です。 2×a 正の数になりますから足す 2a2 かける2はプラス4、こうなります。計算ミスを減らすために並び替えをします。 6a 足す 2a 引く12足す4ですね。 6a 足す 2a 8a です。そしてマイナス12足す4はマイナス8となるので、括弧1の答えは 8a-8 と、このようになります。このように数字と項が複数ある、ね、一次式、この計算は式を一回区切って分配法則で括弧を外して計算していきます。括弧2でもう一度確認します。5括弧 2x 足す2引く4括弧 x 引く6と、この場合はこのマイナスの前、引き算の前で一度区切ります。そして5と 2x 5と2というふうに分配法則、こちらはマイナス 4×x マイナス 4×-6 というふうに分配法則を使います。前の部分 5×2x は 10x、 5×2 はプラスの10、次はマイナス 4×x負になるのでマイナス 4x と、そしてマイナス 4×-6 正の数になるのでプラス24になりますね。では並び替えをします。 10x-4x 足す10足す24になって、 10x-4x6x です。10足す24はプラス34と、 6x プラス34というのが括弧2番の答えです。括弧3番、前の、ね、数字の部分分数になっていますけれど、これも考え方は同じです。3分の1括弧 6a-9 括弧閉じ引く2分の1括弧 8a 足す6と、この引くの前で一度式を切ります。前の部分3分の 1×6a 3分の 1×-9、 後ろの部分マイナス2分の 1×8a マイナス2分の 1×6 と、このように分配法則を使って括弧を外します。これ分数で約分なので、このようにいっぺんに計算しないで式を書いていきます。3分の 1×6a、そして3分の 1×-9 をやるので負の数になるので引くにして3分の 1×9、 次はマイナス2分の 1×8a 負の数と正の数なので負の数になるので引く2分の 1×8a で、マイナス2分の 1×+6 負の数になるので引く2分の 1×6 と、このようになりますね。約分をします。3が1になって6が2と、3が1になって9は3と、
2は1になって8は4、2は1になって6が3とこうなります。そうすると 2a-3-4a-3 になります。並び替えをします。 2a-4a-3-3 です。 2a-4a はマイナス 2a ですね。マイナス 2a とで、マイナス3マイナス3なのでマイナス6と、答えはマイナス 2a-6、 このようになります。いろいろな計算ということで、まあ、数字と、複数の項がある一時式の掛け算、これは一度式を切って分配法則をして括弧を外す、そして計算していくと、このことを覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。